うむ、よく来た。ポケットモンスターの世界へようこそ。私の名前は、七かまど。ポケモン博士の人かな？みんなからは、ポケモン博士と呼ばれておる。あ、やっぱそうなんだ。てかここどこなんだろう？この世界には、ポケットモンスター、縮めてポケモン、と呼ばれている不思議な生き物が、至るところに住んでいる。これよく聞くセリフだね。映画やアニメとかでな。あ、ゴンベだ。我々人間はポケモンと仲良く暮らしている。ほうほう。一緒に遊んだり、力を合わせて仕事したり。そしてポケモン同士を戦わせ、絆を深めていったり。いろいろやってんだね。で、私は、そんなポケモンたちのことを。ことを？詳しく知るために、研究しているのだ。さて、そろそろ君のことを教えてもらおう。あなたの写真を選んでください。で、ここで主人公を選べるのか、霊夢はどれを選ぶんだ？当然私は女の子でちょっと青っぽい髪の子だよ。可愛いもんね。あと私も女の子だし。でもこの動画作ってる人は正真正銘男なんですけどね。いきなりのメタ発言は良くないと思うよ。てかゆっくり実況ってほとんどみんな男でしょ。サバミソさん、だね。ふむー、サバミソというのか。なんかふざけた名前だな。こいつ今いきなり私の名前バカにしなかった？幻聴だろ。こっちの少年は君の友達だったな。彼の名前も教えたまえ。マジか。ライバルの名前とか全く考えてなかったんですけど、ライバルってことは今後もストーリーでよく出てくると思うし、結構ここ大事だぞ。ライバル、つまり敵や味方となる存在。決めたぞ。お、なんだなんだ。今後この名前にするんだったらマジでややこしくなるからやめてね。大丈夫だよ。これで差別化できるからね。それで差別化できるんだったら私量産できんじゃん。私量産できるとかどんなパワーワードだよ。で、結局のところはシンプルに上にある名前にしました。さすがにあの名前はマジでややこしくなって大変だからね。こういうのはシンプルが一番。これから君だけの物語が始まる。そこで君は様々なポケモンや、多くの人に出会い、何かを見つけるだろう。さあ、ポケットモンスターの世界へ。さらばだ、ふざけた名前のトレーナーよ。また私の名前こいつにバカにされたと思うんだけど、博士に対してこいつとか言っちゃダメだよ。そうだよ、霊夢。あれ私が悪いの？結局のところ、捜索隊の努力も虚しく、珍しい色違いのポケモン、赤いギャラドスの姿は、一目目撃することさえ、できなかったのでありました。へぇ、赤いギャラドスねぇ。確か進化前のコイキングの色違いって金色だったよな。なんで金色からいきなり赤色になるんだろうか。さあ、というわけで、特別番組、赤いギャラドスを終え、全国ネットで、ことぶきがお送りしました。また来週、このチャンネルでお会いしましょう。はい、ということで、始まりましたパール実況。てかこれもう歩けるの？もう操作はできると思うよ。んじゃ、とりあえずこの部屋をいろいろ調べようか。そうね。あ、そういえば私、ポケモンは少し触れただけだから、本当にわからないことが多いと思うので、そこんところはコメントで指摘してもらえるとありがたいです。ポケモン基礎知識。ポケモン基礎知識？この世界ではポケモンと人が一緒に暮らしています。ポケモンを戦わせる人をポケモントレーナーと言います。あ、これで終わりなのね。他にもいろいろ調べてみようぜ。かわいい。そして特に気になるところがなかったので、下に降りてみます。サバミソ。あ、お母さんだ。さっきヒサシ君があなたを呼びに来たわよ。ああ、さっきのライバルのことか。なんだかよくわからないけど、大急ぎなんだって。どうしたのだろうか。あれなんじゃない？さっき霊夢がライバルにつけそうになった名前が嫌すぎてガチギレしてると思うよ。もしそれでガチギレしてんだったら私なんか悲しくなるんだけど。まあ、大丈夫でしょ。ヒサシ君、なんだろうね。あの子せっかちでしょ。なるほど。ヒサシ君は S が高くて B が低いのか。いきなりヒサシ君をポケモンで例えないでくれるかな。とりあえずヒサシ君のところに行こうか。そうだ、サバミソ。はい、なんでしょうか。草むらに入っちゃダメよ。野生のポケモンが飛び出すからね。ああ、そういえばそうだったね。自分のポケモンを持っていれば大丈夫なんだろうけど。確かにそうね。まだポケモン持ってないから戦えないや。てかヒサシってどこにいるんだろうな。わからないや。とりあえずいろいろ探索すればいいんじゃない。そうするしかないわよね。いた、何すんだこのガキが。おこんなおこんな。おお、サバミソじゃないか。ヒサシが探してたぞ。あいつの家まで迎えに行ったらどうだ。あ、そういうことだったのね。ありがとね、少年。ヒサシの家。お、ヒサシの家発見。早速お邪魔しようか。どん？おっと、びっくりした。
なんだってんだよー。結構騒がしいやつだな。で、サバ味噌か。おい、湖に行くからさ、早く来いよな。いいかサバ味噌、遅れたら、罰金100万な。ほら、100万やるよ。そんな軽々と100万やるんじゃねえよ。というのは冗談で、早速湖のところに行くか。ん、どうしたのかな？忘れ物。なんかお母さんが言っていた通り本当にせっかちだね。だから S が高くて B が低いんだよ。だからひさしをポケモンにして例えんじゃねえよ。そして、ここがひさしくんの家ね。うちとほとんど同じ設計になってるね。バッグと冒険ノートも持っていくか。てか湖に行って何するんだろうな。わからないや。お、サバ味噌。湖に行くと、道路で待ってるから、遅れたら、罰金1000万円な。これで満足か？だからなんでそんな大金そう軽々と渡せるの？てかなんで霊も1000万円持ってるんだよ。ということで、私たちはあの後、ひさしが言っていた湖に向かいました。どうやらひさしは、さっきのテレビを見ていて赤いギャラドスがこの辺の湖にいると思い、そしてライバルである私と湖に行こうと誘ってきたらしいです。そうだったんだな。この先、シンジ湖、気持ちを表す湖。この先が湖だね。早速入っていこうか。よし、湖、赤いギャラドスを見つけるぜ。本当に赤いギャラドスなんているのかな？どうなんだろうな。なんだ？あ、あの人は、最初に会った七竈門博士じゃない？博士、向こうも変わったことは何もないみたいですよ。てかこの光輝って子は誰なんだ？そうか、気のせいかもな。どうも、昔とは何か違うようだが。まあこの湖が見れただけでよしとしよう。何しに来たんだろう？光輝、では戻るとするか。ただただ湖を見てただけなんじゃね？それよりも、4年ぶりの新大地方は、どんな感じですか？そうだな、新大地方には、珍しいポケモンが多い。研究のしがいがあるだろうな。おっと、なんかこっちに来た。失礼、通らせてもらうよ。あ、あの博士。なんで私を覚えてないの？博士にとってお前はどうでもよかったんだろ。マジかよ。それだったら今から博士を誘拐して私のことを思い出すまで一緒にいようかな。お前さっきからいきなり怖くなりすぎだろ。だってさ、最初に私の名前をバカにしたからそれについて謝罪してほしくて。どんだけ根に持ってんだよ。なんだよ、草むらに入るなってか。平気平気。ちょっとならポケモンだって出てこないって。そうかな。なんか草むらに置いてあるよ。あ、ほんとだ。なんだろうか。カバン、だ、さっきの人の忘れ物だな。どうすりゃいいんだ？届けようにも、今の誰だ？博士って言ってたけど。おっと、なんか出てきたね。ムックルだ。わわ、ポケモン。やばいよ、私ポケモン持ってないんだけど。こうなったら私の格闘技で戦うしかないな。お前格闘技一つもできねえだろ。それじゃあ、どうすれば。あ、モンスターボールだ。モンスターボールだ、これで戦おう。どれにする？